皆さんこんにちは。今回もですね、スプラックスプレイングサッカーの、シャッフルモードやっていこうと思います。世界中の選手をランダムに選抜して、たった一度きりのチームを作ると。で、やるたびに新たなチームが出来上がる、そういうモードになってますね。はい、レバンドスキーいますね。まず、はい、非常にね、能力の高いポーランドの、センターフォワード、ストライカーですね。この人入れますね。で、スンニーと、久保優也ですね、これは。で、ハメス・ロドリゲスがいますね。トップ下のタイプですね。で、シュバインシュタイガーもいますね。これは強いですね。グアリンもいると。で、デロッシに、ロシアのね、センターバック。非常に能力高いですね。で、コスタリカの選手と。で、コートジュバルの選手。はい。で、はい。本田清武。この人。あ、キーパーが。そうか。キーパーの方はね、どっちも似たり寄ったりですね。まあ、アルジェリアのキーパーの方が身体能力高いかなっていう印象ありますが。はい。で、この人ですか。はい。清武とね、本田入れますね、じゃあ。でですね。清武。あ、使わなきゃいけないか。そっか。なるほどね。はい。ハメス・ロドリゲスをどう使っていくかっていうのも重要ですね、これ。左を、右を、久保か。スピードがあるのは、スピードがね、ちょっと足りないですね、全体的に。まあ、サイドポジション勝ちして、シュバインシュタイガー真ん中でね。そうか。守備的に行きたいんで。グアリンにやっぱり高い位置で使った方がいいでしょうね、これ。ちょっと低めにすると良さが生きないんで。ということはやっぱりね、この人ね、ちょっと、はい、まあ、入れちゃいますね。いや、これは厳しいな、でも。清武入れて、左をどうするか。サイドミッドフィルダーなんで、清武でもできますね。ちょっと一回ね、これで見ていきたいと思います。ちょっとね、だいぶ変則的ですね。右をもう捨ててますね。あ、グアリンと入れ替えるか。はい。ドリブル可能性ね。グアリンボール持って右っていうのがあるかもしれませんね。3人縦に並んでますけど。まあ、レバンドスキーね、真ん中で。シャドウをね、クボンにして、ハメスを、その後ろに揃えると。多分ね、ちょっとうまくいかないと思うんで、後でね、こんな感じでずらすと思います。はい。相手は、スイスですか。ちょっとね、物足りない相手ですね。シュバインシュタイガーからグアリンと。でね、ここに、ロシア、イタリア、コートジボワールと、選手が揃ってますね。はい。そうですね、この選手要注意ですね。リヒトシュタインは非常に、うまい選手なんで。うん。はい。レバンドスキーのポストに、うわー、足元入っちゃった。はい。レバンドスキーね、パスするタイプではあんまないですね。完全に、自分が点を取るね、そういう選手ですね。試合がね、負けたりしてくると、チームが負けたりしてくるとね、プレーが淡白になるような、そういうね、ところも一面も持ってますね。はい。ホンダの、やばい。えい。はい、ちょっとね、ロングシュート打ちました。縦の並びがだいぶ特徴になってますね、こっち。うん。ここは取りたい。はい、グアリンから、繋いでね。はい、ここでね、久保とレアバンドスキーにボール入った時にちょっと、後ろの選手がね、出てこないですね。上がりが遅いんですね。アメスロディゲスから清武と。でね、清武なんかに折り返して、スイスの強硬な守備に合うと。ちょっとね、中央寄りすぎですね、これ。難しいですね。はい、久保に落として久保のシュートですが、決まらずと。はい、グアリンから、こっちに使って、清武から、ハメス・ロドリゲスが開いてますね。ちょっとね、スピードないんで、あとスイスはね、左硬いんでね、右から攻めたいところですね。はい、清武のヘディングですが、通らず、はい。ちょっと足元シュート、はい、ちょっとね、だいぶ悪いんで、変えますね。もう、はい、右から崩します。はい。清武奪って、レバンドスキーですね。で、ちょっと久保使ってみますね。はい。レバンドスキーのね、落としから久保。センターバックの反応ね、相当悪かったですけど、1点ですね。
はい、これね、スイスの右がだいぶ余ってるんで、フォーメーション的にはかなり有利なはずですけどね。はい、かわしてシュートで1点ですね。センターバックね、釣り出されてるんで、なかなかね、守りきれないですね。はい、2-0 ですね。はい、久保をハイプレス行かせます。はい、具合にね、攻撃にはかなり、魅力的ですが、ディフェンスはね、そこまで信頼できるわけじゃないんで、ただね、ボール持って、このね、わー、硬い。うわー、そうか。やっぱりね、守備の動きがかなりいいですね、スイスは。はい、久保から、ちょっと持ちすぎました、今。はい、奪って、これね、レバンドスキー中央いるんですけど、まあ、崩しますか、ちゃんとね。はい、一応ね、形は作れてるんですけど、シュートまでいかなかったですね。いや。はい、ホンダのドリブルです。で、気をつけね、ここにいるんで、クロス上げてみますか、一回ね。はい、レバンドスキのヘディングですね。レバンドスキね、ヘディングはそこまで、あれなんで、低めのね、ボールで、裏抜けを狙ってほしいように、パス出したいですね。はい、これね、ハメスに戻して、ここを使ってね、いや、ちょっと無理か。はい。久保にね、落とそうとしましたが、失敗しました。これね、はい、ここにね、スペース空いてたんで、思い切ってかわしてシュート打てますね。はい、大きな崩しから、ハメス・ロドリゲスのシュートと、形はいいですね。これね、ここフリーですね。はい。ちょっとね、サイドにだいぶ振ってるんで、センターバック間空いちゃってますね、スイスは。はい、これ崩して、やばい。はい、ハメス・ロドリゲス、ここにいますね。最後、レバンドスキにパスして1点ですね。はい、というわけで、4-0 ですね。ちょっとね、攻めた割には、攻撃の内容ね、若干不満が残りますが、今回はね、まあ、最初ですね、左をちょっと、固めたのがね、まずかったかもしれませんね。あとやっぱりウィング配置した方がいいかもしれませんね。ちょっと、攻撃にね、幅が出なかったんで、左右ね、配置すればもうちょっと景色が違ったかもしれませんね。レバンドスキーを、センターフォワードにして、シャドウストライカーに、久保優也と。でね、ウィンガーに、清武ですね。あ、清武ちょっとウィングタイプじゃないんでね。はい、今回はボールを回すね、能力。あ、ボールを回すプレイがね、多かったですね。で、ハメス・ロドリゲス、トップ下でね、いろいろ動かしましたが、まあね、やっぱりちょっとずらした方がね、だいぶ、ボールタッチの回数増えましたね。最終的にね、スイスの、強さである右サイド下げてね、こっち側で、狙っていきましたね。そっちの方がだいぶ良かったですね。はい。あとは、まあ、グアリンがいて、本田圭佑がいて、シュバインシュタイガーがいると、いうことでしたね。シュバインシュタイガーちょっとね、まあ、中央はね、あれだけ固めたんで、ちょっとボールタッチの回数も減っちゃいましたね。スイス相手なら、あそこまでね、守備的に出る必要なかったと思いますね。もうちょっと、シュバインシュタイガーをね、もっと上に上げる、あるいは本田でもいいですけどね。はい。攻撃に参加させた方が、相手のね、アタッキングサードで、プレスからの得点もあったと思いますね。はい。そんな感じでね、やっぱり相手を見ながら、フォーメーションのね、守備の比重を考えなきゃダメですね。はい。というわけで、まあ、これぐらいにして、また次回ね、新たなフォーメーションで、これね、シャッフル相手が常にランダムなんで、相手が決まった後にまた、フォーメーションをね、いじるっていうのもの、有効な戦術だと思うんでね、はい、それを試していきたいですね。というわけで、また次回ね、失礼します。